はい。今回はね、LINE モバイルのフィルタリングのね、アプリについて、えー、紹介したいと思います。えっ、ー、と、LINE モバイルはですね、あの、契約すると、この iFilter っていうね、フィルタリングのアプリが、まあ、無料で使えるようになります。で、まあ、これは通常ね、iFilter 自体は普通にあの販売されているというか、えー、月額300いくらでね、使えるサービスなんですけれども、LINE モバイルに入ると、これがね、一応無料で使えるようになります。 まあ、あの、Line m o b のマイページから、まあ、シリアルコードみたいなものをね、発行して、それを、えー、そのね、アプリに登録すると使えるようになるっていうね、非常に簡単なやり方なんですけれども、えー、っと、まあ、このフィルタリングサービスっていうものはね、ここに書いてありますけれども、例えば利用者が18歳未満の場合は、フィルタリングアプリの利用は義務です。フィルタリングアプリを利用しない場合は、親権者の同意が必要となりますということで、 お子さんにね、スマートフォンを使わせるときには一応、まあ、義務になっているということですね。まあ、利用しない場合は、親権者の同意が必要になりますということで、まあ、非常にね、えー、お子さんにスマートフォンを与えるという部分で、そういうね、使い方であったり、まあ、変なものをね、見ちゃったりとかっていうことで、まあ、不安になる方が多いと思うんですけれども、まあ、それをまあ防止するものになります。 で、まあ、これがね、Line バイルになると、まあ、無料でね、使えるというようなことで、ちょっと今日は、そうね。まあ、あの、先日、Line バイル契約しましたんで、はい。それではね、実際どういう挙動になるかと言いますと、まあ、このね、端末がお子さんの端末として、ここにね、iFilter っていうアプリが入ってますけれども、えー、ここから、インターネットね、検索入ります。そうすると、まあ、通常にね、こう、Yahoo の トップページが出ましたけれども、例えばここでお子さんが、まあ、調べちゃいけないね、子供が見ちゃいけないものを調べようとします。例えば、グロ、動画、ね、グロ動画っていうものをお子さんが検索したとします。はい、そうするとね、 グロー動画の結果がまあ出てきまして、Yahoo の方で、えー、切れた息子と親子喧嘩した結果、父親が斬首され、死体を窓から投げ捨てられる。っていうもう、いかにもちょっとやばそうなやつが出てきましたけども、これを、まあ、お子さんがね、見たいと。はい。そうすると、こんな形でね、アイフィルターがまあブロックするというようなね、ものになります。で、ここから、まあ、 本当はね、見ていいものであれば、ここからあの見せてほしいときは保護者にお願いできますということで、ここに打ってね、お子さんが送ると、えー、保護者の方の管理者画面っていうのがあるんですけれども、まあそれはウェブ上でね、あのブラウザで普通にインターネットで見るんですけれども、そちらの方にこの申請がね、画面でこう出てて、 まあお子さんからね、そういう、これが見たいっていう申請が来てますってので、そこで許可したりとかっていうのもできて、まあ非常にその、あの、いろんなね、設定ができます。例えば今はこれはグロー映像でしたけれども、例えばそういうアダルト的なものであったりとか、ええー、まあお子さんがね、見ちゃいけないものを、あの検索してほしくないものをあのチェックでね、これはチェック、見せたくないとか、これはまあ見せてもいいとかっていう形で、 えー、管理者画面の方でね、セッティングできたり、もう単純に小学生とか中学生とかっていうことでそういうね、まあテンプレみたいなのがあって、それを選択して、まあブロックするとかっていう簡単なね、方法もできますし、あとはまあ位置情報なんかですね。位置情報なんかで、まあお子さんがどこにいるかっていうのを調べることができたり、あとはインターネットの使ってる時間とかですね、えー、そういったものも 管理者画面で見れるようになってます。非常にね、あの多機能になっていて、まあこれ無料で使えたら結構いいんじゃないかなっていうね、えー、アプリ、あの、サービスね、なってます。で、例えば、あの、使うね、アプリを限定したりもできます。例えばです、今は、はい、これね、えー、このね、例えば YouTube を今止めちゃって、管理者画面からあの止めてます。試しにねで。これ、はい、これも使えないと。 youtube 許可されていないアプリということで、えー、例えばね、youtube 見せたくないとか、まあいう、まあ例えばゲーム、ゲームをインストールしてるのもないですけども、あのー、まあ管理者の方で使いたくない、使わせたくないアプリをブロックするっていうね、えー、ことができます。まああの、LINE モバイルっていうことでね、非常にお子さんに、えー、まあ中学生になったりすると、やはりね、LINE で連絡を取るっていうことで非常に増えてきます。まあ部活であったり、えー、塾であったりね、 なので、まあ一概に使っ、まあスマホはダメだよとも言えないね、年代に入ってくると思うんですけれども、そういったね、お子さんに使わせるスマートフォンとして、まあ格安スマホっていうのはね、よく、まあ値段が安いので、親御さんも検討するかと思うんですけれども、やはりこういうね、フィルタリングのサービスが使えるっていうのもね、非常にそういったところで、あの、選択肢のね、一つになるんじゃないかなというふうに思います。はい、今回はね、 LINE モバイルで使えるフィルタリングのアプリ、iFilter というものを紹介させていただきました。えー、通常ね3、月額300円ぐらいでね、使えるアプリが、まあ、無料で使えるようになりますので、LINE、えー、モバイルもね、私の場合例えば620円のプランに入っているんですけれども、その中にね、 その300円のやつも、その600円の中で使えるっていうのは非常にね、お得じゃないかなと思いますので、やはりお子さんにね、渡すスマートフォンとして、こういったフィルタリングのサービスっていうのをね、検討をされている。あるいはまあ一応義務っていうことにもなってますので、えー、お子さんにね、渡すスマートフォンで使う格安シムとしては、ラインモバイルね、結構いいんじゃないかなと思います。